火災浸水公園の元入リアと埼玉県草加市内、火災用水路は埼玉県東部及び東京都東部を流れる館外用水路である。東京都墨田区内の区間は亀有上水、引船川と呼ばれていた。埼玉、東京の見沼大用水、愛知県の明治用水と並び、日本三大農業用水と称されている。疎水百選にも選定されている。 江戸時代初頭の1660年に江戸幕府が天領開発の一環として関東軍隊の稲忠田田勝に開発させた灌懐用水路である。利根川から引いた水で埼玉県東部を潤す農業用水として、その後も神殿開発が行われるたびに延長や取水口の繊維を行い、最終的に一貫した用水路として完成するのは1760年代であった。 当初は、利根川右岸から直接取水していたが、1968年の、利根大関の完成に伴い埼玉用水路から、分水する形態となった。旧取水口は、火災浸水公園として、整備保存されている。現在、火災用水路と近い両区が用水路を管理している。ただし、大地古利根川との稼働共用区間の一部は、管理外である。1590年に、 江戸に入府した徳川家康により、利根川当選事業が進められ、利根川や荒川の河川改修が行われた。当選事業により現在の埼玉県東部、東京都東部では、新殿開発が進み、利根川の給流路を一部活用するなどして、火災用水が整備された。稲田高津をはじめとする稲一族の河川、改修技術は、洪水は、自然堤防や、 不連続堤防で防ぎ、大洪水は遊水地などに滞留させ、洪水に含まれる肥沃な土を活用するものだった。地水と神殿開発を両立させた。この技術は関東流と呼ばれ、天正年間から元読年間でこの地域の国高を約200%成長させた。埼玉県久喜市、琴音川より上流区間の終点埼玉県で、 約六千ヘクタールの農地を考えしている。行田市の利根大関で取水された後、埼玉用水路を経て、羽生市で火災用水路本川に分水される。羽生市にある宮田落ち部製越で中川の源流である宮田落と交差し、加藤市北大久はでかいの川と合流する。加藤市川口にて北川用水路を分水し、約二百メートル下流の川口と今江橋から、 茎しあおげの玉や橋までの両岸には遊歩道、コスモスフレアイロードが約6キロメートルにわたって整備され、市民によりポピーやコスモスが植えられている。この辺りの流路は、利根川の旧流路を改修したものであり、流域周辺には、下半砂丘が旧和志宮町にした地区などに大河だった頃の名残として現存している。美ワ多めいにて、南側用水路。 中郷用水路を分水する。なお、1998年頃までに、東川起点から、青毛堀川の合流地点手前までの、コンクリート護岸が、ほぼ完了している。これに伴い、合流地点付近の砂岩に存在した、三日月湖はほぼ消滅した。青毛堀川の合流地点からは、王子古戸根川と稼働を共用する。 腰が市大基地で大内古都根川より逆さ川として分流し、新潟川と元荒川を復越で潜り、同志相模町の河原曽根溜めりでさらに八丈用水、横田用水を分け、多数の分支流と合流しながら、埼玉県、東京都堺の崖川を横断して、八代市崖から東京都足立区へと入る。ただし、1990年頃から、 足立区側で遊歩道の整備を行ったため、崖側から下流へは現在流入していない。江戸時代の引船側の様子。名所江戸百景より、東京都足立区ク六基付近足立区からは、火災浸水力道として整備され、ここから、下流は農業用水としての性格を失う。都義で中川と綾瀬川を結ぶ花畑運河を横断し、さらに、足立区東部を南へ縦貫する。 用水路沿いは、石畳の遊歩道や休憩用のベンチが設けられ、大谷電池区からは、用水場に、木製の浮き端が30メートルから50メートルの、長さにわたってかけられている。東京都道318号環状7号仙台、矢田陸橋の北側40メートル付近で一旦地下に、潜り、陸橋南側付近から、再び地上に現れ、浸水緑道として南下する。 東は四丁目の東和浸水公園には、アーチ型の道路橋を挟んだ、火災用水路から引き込んだ水を貯めた池があり、石の上で日向ぼっこをする亀の姿が見られる。ただし、亀はすべて遺棄されたミシシッピアカミミガメである。東は二丁目の商店街、アモール東和の付近には、幼児用の水深の浅いプールと巨大水車があり、そこから用水路は、地下の暗渠へ潜る。かつては、 用水路はそのまままっすぐ南下し、引船川として、京成本線を花茶屋駅付近まで続き、葛飾区四次で綾瀬川と合流していた。しかし、現在では、引船川としての部分は埋め立てられ、引船川浸水公園として循環水が流されている。元々の用水路は、アモール、東和商店街付近で西へ折れ、コスミダ川に流れ込んでいる。 上流より美はためい分水口埼玉県八潮市、八潮六丁目付近。ありがとうございます。